こんにちは、習志野市長の宮本大輔です。今回は平成25年1月現在における習志野市公共施設再生計画の素案についてご説明いたします。公共施設再生計画が策定されるまでのスケジュールです。1月の中頃から各公民館、コミュニティセンター、悠々館などで説明会を行いました。説明の内容は決定したものではなく、今のところ市はこう考えていますという市民の皆さんとの意見交換案のきっかけと考えております。2月以降は各地域や団体など出前講座でお呼びいただいたところに伺って説明会を行っております。いただいた意見を集約して5月の末に素案第2弾を作成いたします。1月に示したものよりも具体的な手法や時期をお示ししたいと思っております。これをもって2回目の説明会、意見交換会を行います。2回目の説明会、意見交換会を行った後、素案第2案を完成させパブリックコメントを行い、9月から10月頃を目指して公共施設再生計画を完成させます。これは現在同じ時期に策定作業を行っている市政運営全般の計画である基本構想、基本計画と補調を合わせております。公共施設再生計画は基本構想、基本計画でも重点プログラムとして位置づけられております。昭和30年代、我が国は高度成長期、近代化の道をまっしぐら。写真の一番左は首都高速の工事現場です。真ん中は新幹線開通の時の写真です。そしてこの年、世界で最も大きなイベントが行われました。そう、東京オリンピックです。このように我が国の公共施設やインフラは昭和39年開催の東京オリンピック頃をスタートとして整備されてきました。一般的に鉄筋コンクリートの構造物は50年を経過すると老朽化と言われます。昭和39年、すなわち1964に50を足すと2014、来年です。中央道の笹子トンネルでも天井の崩落事故が起きました。まさにこれから公共施設やインフラが老朽化し、更新しなくてはならない時代がやってくるのです。ちなみに右の写真は東京駅と津田沼駅を快速電車が直通で結べるようになった時の記念写真です。習志野市は東京のベッドタウンとして発展してきました。従いまして市内の施設を見てみますと、高度成長期にできた建物が大変多くなっています。本庁舎、1963年に建った建物です。48年間使いました。大久保公民館、市民会館、真ん中の写真ですけども1966年に建てられたものです。47年が経過しております。市内最大の床面積を持ちます習志野高校は1974年に建てられました。39年が経過しております。時が経てば老朽化が進む、更新が必要ということです。
ここでこの問題を取り巻く習志野市の状況を見てみましょう。まずは人口推計です。我が国は全国的に少子高齢化、人口減少社会に突入しております。そんな中で習志野市の総人口はまだ増加しています。2017年頃がピークであると推測されています。しかし決して安心はできません。構成比が大きく変わっています。1987年に3万人であった0歳から14歳の人口は2011年には2万3000人まで減少、2020年にはさらに減り2万人になります。一方で65歳以上の高齢者は9000人から3万2000人まで増えて、今後も増え続ける予測です。最も大切なことは真ん中の黄色い部分、生産年齢人口であります。いわゆる稼ぎ頭でありまして、インフラを支えていく財源を生み出す世代です。総人口が微増している中、生産年齢人口、つまりたくさん納税をしていただいている人口は減少していきます。このグラフ以降、2020年以降はさらに大きく減少します。たくさん納税していただいている習志野市における稼ぎ頭が少なくなる一方で、更新時期を迎える施設がたくさんあります。次に財政状況を見ていただきたいと思います。このグラフは習志野市の1年間の支出における経費の割合の推移を示しています。習志野市は早くから行政改革に取り組んでおり、職員の人件費は年々下がり続けています。交際費というのは借金の返済の額です。ここで最も特徴的なのは赤い線の扶助費です。生活保護、子育てなどに使っている費用で、2011年は2002年に比べて3倍以上となっています。少子高齢化から今後もこの傾向は続くと見られております。お金の面からも施設に回せる予算は少なくなっていきます。こういった状況を踏まえて施設の状況を見てみましょう。これは公共施設の更新サイクルを模式的に表した図です。横軸は時間軸を、縦軸は事業費を表しています。約50年前から高度成長期に事業費をかけて、さまざまなインフラを築いてきました。近年は施設の整備も一巡し、借金返済や福祉にお金を回してきたために、施設にかける事業費は減少しています。ところがこれから施設の更新時期を迎えるとなると、赤い線のように50年前に登った山を再び登ることになります。先ほど申し上げました納税していただける習志野市の稼ぎ頭である生産年齢人口が減少し、一方で福祉などにお金をかけている中で、これまでと同様に公共施設にお金が回せるでしょうか。物理的、理論上考える策は3つあります。1つ目は施設にかけられる財源を捻出すること。2つ目は赤い山を低くすること、つまり公共施設の総量の圧縮です。
三つ目は山の坂を緩やかにして更新の時期を稼ぐこと、つまり建物の寿命化を行います。これらの策をうまくミックスして課題を解決していかなくてはなりません。どれか一つの策だけで解決は不可能です。それでは次に習志野市の建物の状況を見ていきましょう。このグラフは縦軸に施設の床面積、横軸に時間軸を取ったものです。一般に構造物は30年を経過するとあちこちにガタが来ると言われています。そういった築30年以上の建物は習志野市全体の施設の8割にも上ります。1981年には耐震基準、地震に対する基準が変更となり、それ以前の旧耐震基準に沿った建物は全体の 75% にも上ります。もう一つこのグラフから分かることとして、学校施設が建物の多くを占めているということが分かります。次に1982年以降の耐震基準変更後、これを見ていきましょう。それまでと打って変わって施設の建設が少なくなっています。また学校施設以外の福祉施設や子育て支援施設などの割合が多くなっております。2つのグラフを合わせてみました。高度成長期に人口が急増した習志野市は、施設もそれに合わせてたくさん整備されたために老朽化が他の自治体に比較して早くやってきます。それでは施設を更新していく上で建物をいかにメンテナンスして使っていくかを見ていきます。建物の寿命は諸説ありますが一律に言い切れません。立地、場所、環境、そして使われ方、こまめにメンテナンスしてきたかどうかにもよります。公共施設で最も古く今年度建て替えが完了した津田沼小学校は55年建物を使いました。昨年10月に仮庁舎に移転した本庁舎は47年間使いました。このことから公共施設再生計画では建物の寿命を50年から60年であると考えております。先ほど施設の更新サイクルのお話をしたところで建物を長寿命化していくと言いました。すなわちメンテナンスを行い大切に長く使うということです。まず20年を経過したところで中規模の修繕を行います。35年を経過した段階で長寿命化できるかを判断を診断を行います。長寿命化可能という判断が出れば大規模改修を行い70年使うことを目指します。長寿命化が不可能ということになれば20年修繕と同等の修繕を行って50年から60年間使うこととします。将来更新や大規模改修にかかる経費を試算したグラフです。現在保有する施設を現在の規模で建て替えるとどのくらいのお金がかかるかということを試算しています。試算にあたっての条件設定について一つ目は建築後60年経過した時点で建て替えることとしております。例えば2016年に建て替えると仮定している施設は1956年に建てた建物ということになります。二
2つ目の条件は大規模改修費と建て替え費用を計上しているということです。3つ目は現有建物の床面積、延べ床面積に建設事業費の一般的な平均単価をかけて事業費を計算しております。平均単価はこのようになっています。このような条件のもので試算いたしますと、2011年から2035年までの25年間で868億円が必要、毎年平均35億円ものお金が必要ということになります。参考までに平成17年から21年の間に公共施設に投資した額は約15億円であります。したがって約 43% の分しか建物を更新できないことになります。対応策としては、一つとして施設の数を少なくする、二つ目として新たな更新財源を確保するといった対応策をミックスして講じなければなりません。市が保有する公共施設のうち 43% とはどのくらいの床面積に相当するのでしょうか。施設を種類別に分けますと 42.5% が小学校・中学校の延べ床面積です。つまり小学校・中学校しか更新ができないということになります。この比較は公共施設対象外施設も含んでおりますので、厳密には小学校・中学校さえ全て更新できないということになります。公共施設再生を考える上で施設を2つの要素に分けて考えます。建物は箱物と呼ばれるように器です。器である施設を2つの要素に分けます。一つ目はそれぞれの建物にある共用部分、トイレや廊下や床です。どの施設にも共通な廊下、通路やトイレ、玄関やロビー等です。二つ目は施設の機能です。図書館なら本を置くところ、読むところ、庁舎なら窓口などです。このように施設を共有部分と機能の部分の2つに分けて考えます。公共施設の再生に取り組む上でどのような対策を行っていけばよいか、特効薬はありません。これからお話しする3つの前提と7つの基本方針をもとに更新する施設の優先順位、統廃合などを考えていきます。文字通り前提として3つの前提があり、その内容として7つの基本方針があります。公共施設を再生していく上で基本となる考え方です。前提1の機能と施設の分離とはどういう意味なのでしょうか。先ほど施設を建物、共用部分、機能に分類いたしました。公共施設は建物が重要なのではなく、その役割である機能が重要です。複合化は複数機能を一つの建物に集約し、共用部分を削減します。複合化して建物の数が減ると施設まで遠くなるという意見がございますが、一つの施設だけ近くあっても便利とは言えないということも言えます。複合化すれば
さまざまな機能が一箇所に集まり、一箇所で全ての用を足すことができるというような長所もあります。前提の2番目は、避けては通れない施設の数の削減を意味しています。基本方針の2は、建物の数は減らしても可能な限り機能は維持していくことを述べています。基本方針の3は、建物で施設の必要性を議論するのではなく、機能の必要性で公共施設の優先順位を決定していく、そういうことを述べています。基本方針の4は、統廃合で減らした公共施設は売却や貸し付けなどを行い、更新の財源に充てていかなければなりません。そのようなことを述べています。前提の3は、建物の躯体だけを丈夫にするのではなくて、質的な向上を図っていこうということを言っています。基本方針の5は、これまでの公共施設の維持管理の考え方は、設備や建物を壊れるまで使って壊れてから修繕するという事後保全の考え方にのっとってまいりましたが、これからは部位によっては予防保全の考え方に切り替えて、計画的にメンテナンスを実施し、大切に使っていこうということです。基本方針の6は、環境への負荷、バリアフリーを進めていくということ。基本方針の7は、施設を複合化することは避難所としての機能の向上にもつながっていきますということです。学校施設は避難所として指定されていることが多いですが、滞在するという観点においては使いにくいものとなっています。それでは少しおさらいしてみましょう。皆さんのご近所を想像してみてください。道路や鉄道があって駅があります。街の中にはさまざまな公共施設があります。現在各施設は単一目的で建物を設置しています。建物と機能の分離とはどういう意味か、図を使って少し説明してみます。重要なのは建物ではなくて機能です。ですから建物と機能を分けて考えます。更新の優先順位も建物ではなくて機能で考えます。次に総量の圧縮、複合化の説明をいたします。複数の施設をいくつかにまとめ複合化します。ここで総量の圧縮が完了します。施設数は少なくなっても機能は可能な限り残します。今のところ地域にまんべんなく小学校を中心に複合化を検討しています。単純に足し算のように複合化するのではなくて、学校の安全性など施設との相性をよく検討し複合化をいたします。財源がない中で公共施設の老朽化対策を実施することは、困難さや大変さばかりがクローズアップされてしまいます。しかし習志野市ではこの取り組みをプラス思考で捉え、地域経済の活性化につなげていきたいと考えております。先人が一生懸命に築いていただいた公共施設をこれまで使うことで、さまざまな住民サービスの恩恵を受けてきた私たち市民が、将来の世代により良い公共施設を引き継いでいくためにはどうするべきか、みんなで考えていかなくてはなりません。以上で公共施設再生計画素案の説明を終わらせていただきます。施設の再生は大変重要な課題です。どうか市民の皆様、ご理解とご協力をお願いを申し上げます。